今日は中日ドラゴンズアキーノ選手加入で外野3人は誰を起用するの話をしていこうと思います。この動画を最後で見ると中日ドラゴンズの外野3人は誰を起用すればいいのかがよくわかります。また私のチャンネルは中日ドラゴンズの情報、中日ドラゴンズのドラフトについて話すチャンネルです。よろしければぜひチャンネル登録よろしくお願いします。まずね、アキーノ選手のプロフィールを紹介します。ポジションは外野手、主にライトを守っています。ドミニカ出身です。193センチ100キロ、右投げ右打ちです。守備面では肩がとても強い選手です。今年8月25日のフィールズ戦でライトフェンス直撃の当たりを処理してワンバウンドでバックホームしました。そして一塁ランナーをタッチアウトにしました。この時の送球速度は99マイル、約 159.3キロを計測しました。メジャーリーグ公式ツイッターはこう発表しました。2018年にメジャーリーグデビューします。1試合3発を含む4試合連続本塁打を記録しました。この中には当時カブスに在籍をしていたダルビッシュ選手からもホームランを打ったそうです。2022年はメジャーリーグで10本のホームランを打ちました。2019年には打球速度約190キロのホームランを打ちました。まさにね、今中日ドラゴンズはこういった長打が打てる選手が欲しかったんですよ。そしてライトを守れる、ライトを守れて長打が打てる選手が中日ドラゴンズに来るなんてもう最高じゃないですか。チケットノルマが0円でギャラが出て満席のお笑いライブに出演して打ち上げ代はライブ主催者が全額出してくれるぐらい最高じゃないですか。アキーノ選手はまだ何番打つか分かりませんが、多分ですけどもクリーンナップを打つことは間違いないと思いますね。アキーノ選手は少し三振が多い選手です。今季は80試合に出場して三振は101個しました。でもね、今の中日ドラゴンズには三振かホームランかの選手は必要なんですよね。中日ドラゴンズは率は残せても長打を打てる選手が少ないからです。アキーノ選手は打率は2割5分0厘ぐらいでもいいから、いやそれ以下でもいいです。でもせめてホームランは25本以上打ってほしいです。そうすれば今中日ドラゴンズは1番岡林選手、2番大島選手、この2人がとても調子がいいです。来季もたくさん塁に出塁をして盗塁もたくさんしてくれると思います。きっと塁をかき回してくれるでしょう。そこにアキーノ選手の長打が加われば中日ドラゴンズの得点はもっと増えると思うんですよね。そしてチームの勝ちに貢献すると思うんですよね。打点は最低でも80以上をマークしてほしいです。アキーノ選手なら年間打点80は不可能ではない数字です。岡林選手と大島選手をホームベースに返してほしいですね。年間試合数は143試合フルに出場してほしいです。また肩もすごくいい選手なのでランナーの本塁突入もたくさん阻止してほしいです。またアキーノ選手加入でビシエド選手のマークは少し緩くなると思いますね。今まではビシエド選手に対して相手チームは厳しいコースを攻めて最悪フォアボールでもいい組み立てをしてきました。でもね、アキーノ選手がもしもビシエド選手の後ろを打ったら相手選手はアキーノ選手の前にランナーを出したくないからビシエド選手と勝負をすると思いますね。アキーノ選手加入で中日ドラゴンズの打線は大きく生まれ変わりそうです。ではアキーノ選手加入で中日ドラゴンズの外野3人は誰を起用するのか考えたいと思います。センター岡林選手、ライトアキーノ選手、レフト大島選手ですね。これが理想だと思います。そしてドラゴンズファンならこの布陣を最初に思い浮かべると思います。この布陣の素晴らしいところは守備面に関してそんなには不安がないところです。そして3人ともバッティングに期待ができます。センター岡林選手は守備と肩はピカイチで2023年はセンターでゴールデングラブ賞を狙います。レフトの大島選手の外野の守備は達人レベルです。外野でゴールデングラブ賞を9回獲得しています。来季の中日ドラゴンズのレフトの守備は安心して見ていられます。また大島選手以外にもレフトで起用したい選手はたくさんいます。1人目は鵜飼康介選手です。鵜飼選手はレフトとライトを守ることができます。でもね、ライトの守備は見ていてヒヤヒヤすることがあります。だから来季鵜飼選手を起用するんだったらレフトだと思いますね。鵜飼選手はアキーノ選手のようにあまり打率を残すことができないかもしれませんが長打にはとても期待ができる選手です。2022年はルーキーながら4本のホームランを打ちました。来季は最低でも2桁以上のホームランを打ってほしいです。こうやって1人の選手が怪我不調になっても
代わりの選手がいるのが強みになりますね。またレフトアルモンテ選手も見てみたいですね。アルモンテ選手は3年ぶりに中日ドラゴンズに復帰をしました。アルモンテ選手は打率を残せる選手です。ホームランはそんなには期待はできません。過去中日ドラゴンズに在籍をしていた時は膝の怪我の影響もあってなかなか試合に出場することはできませんでした。再度獲得をするってことは膝の怪我は治ったと思っています。もしもアキーノ選手が怪我、また日本の野球に適応ができなかったらアルモンテ選手の出番は増えそうですね。アルモンテ選手を起用してアキーノ選手を外すなら外野守備位置はセンター大島選手、ライト岡林選手、レフトアルモンテ選手になると思います。でも外野の外国人選手はアキーノ選手中心に回すと思いますね。またレフトには私の期待のブライト健太選手を早く起用してほしいです。ブライト選手は2021年ドラフト1位の選手です。今シーズンは怪我の影響もあって1軍に呼ばれることはありませんでした。でもね、来季は必ずやってくれると思います。センター岡林選手、ライト秋野選手、レフトブライト選手なら岡林選手以外長打が期待できる選手しかいません。長打が打てる選手が多いのはとても強みになります。ブライト選手は今シーズンはレギュラーとして活躍をするのはまだ実績がないからなかなか難しいかもしれませんが、2023年シーズンは最低でも1年間1軍に帯同してほしいです。代打ダイソーでブライト健太選手を起用すれば中日ドラゴンズの外野の層はますます厚くなりますね。あとセンターで起用をしてほしい選手はルーキーの浜翔之介選手です。浜選手は独立リーグ出身の選手です。ショートとセンターを守ることができます。足が速いのも武器です。もしも岡林選手が怪我不調になったら浜選手をセンターとして起用するのもありだと思いますね。今中日ドラゴンズのセンターを任したい選手は岡林選手、大島選手、浜選手、後藤選手ぐらいですかね。実績のない若手選手でセンターを任せられるのはあまり数がいません。浜選手は外野の守備が一軍に通用すると首脳陣にアピールすることができればもしかしたら一軍での起用は早いかもしれませんね。今日のまとめです。アキーノ選手加入で中日ドラゴンズの外野3人は誰を起用すればいいのか。それはセンター岡林選手、ライトアキーノ選手、レフト大島選手です。多分ですけど、よほどのことがない限りこの3人でほぼ固定でいくと思います。あえて他の選手を起用するんだったらレフトで起用すると思いますね。でもね、大島選手もレフトのポジションを譲らないと思いますね。大島選手は実績もありますし、2000本安打まで残り115本です。大島選手は来シーズンも元気よく試合に出場すると思いますね。大島選手は年間盗塁数は少しずつ減っていますが来季は10個以上盗塁を成功すると思いますね。大島選手以外にレフトで起用したい選手はアルモンテ選手、鵜飼康介選手、ブライト健太選手です。アルモンテ選手はアキーノ選手が不調怪我になったら出番は多くなりそうですね。鵜飼康介選手とブライト健太選手は大島選手を倒さないと出番はなかなか来ないかもしれません。また今季のオフにアキーノ選手が加入をしてやっとフロントがチームを強くしようと思って補強に動いてくれたのが本当に嬉しいです。今季最大の補強は中日ドラゴンズのフロントがチームの補強にやる気を出したことかもしれませんね。